ハーフィルジャパンの田川と申します。これから、ファイナリストの皆さんにインタビューをさせていただきます。その前にですね、今壇上に飾っている、ファブリックについてご紹介をまずさせていただきたいと思います。実はこちらはこの会場近くにショールームを構えていらっしゃるスイスのブランドクリスチャン・フィッシュバッハ様のファブリックで、毎回弊社のこのイベントのステージ装飾を無償でご協力いただいています。今回の Z 世代の君に問うアルファ世代の家というコンペテーマをイメージしてくださいました。デザインのテーマは自然の普及の美しさと脆さの探求ということで、普段何気なく私たちの周りに存在し刻々と変化していく自然や環境、その美しさを捉え最新のリサイクル技術や織りの技術を用いファブリックに投影し作り上げられたデザインをメインにセレクトしてくださっています。世代を超えて受け継がれていくべき自然との関わりを表現していますというコメントを、クリスチャン・フィッシュバッハ様からいただいております。素敵ですね。はい、ということで、これからファイナリストの皆さんに、インタビューをさせていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。法政大学大学院の飯尾さんと樋口さん、お疲れ様でございました。一番最初のプレゼンテーションで緊張されたんじゃないかなと思います。ですね、まず難しいタイトルだったとすごく思うんですけれども、作品のタイトルっていうのはどのようにして決められておられるんですか？そう、あ、ごめん、難しかった。かっこよくしたかった。かっこよくしたかった。でもまあその時代が激しく切り替わっていく中での、まあアルファ世代の人たちの理想のお家っていうことで、はい、まあそのコンセプトでやっていたので、まあ天辺の中の理想郷ってことで、すごく難しい漢字もね使われて、どんな風にしてタイトル考えておられるのかなと思っていましたが、はい。で、模型なんですけれども素晴らしいですよね。どれぐらい時間をかけて作られたのかということと、あと苦労したところ教えていただいてもいいですか？2週間ぐらいでやってて、その図面とかを最初描かなくてこの絵だけでやってたので、こうなかなか設計しながら模型を作るみたいなことの反復になっちゃってて、ちょっと難しい場所が出てきたりとか、ここどうやって持たせようとかなって、ちょっとそこが難しかったです。なるほど、ありがとうございます。それでは、皆さんに共通して質問させていただくご質問なんですけれども、お一人ずつそれぞれ好きな建築とその理由を手短にお願いします。小堀先生の作ったロキの研究所がこの間行ってすごい良くて、その中に入らないと分かんない開放感だったり、その換気のシステムとかもなんだこれみたいなことになってて、すごい勉強になって今いいなって思ってます。はい、ありがとうございます。樋口さんいかがでしょうか？私が好きな建築はサナーのロレックスラーニングセンターで、なんかそこで過ごしてる人たちがのびのびとなんか自由に過ごしてるのが素敵だなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では引き続き、次のファイナリストに、お話を伺いたいと思います。大阪工業大学大学院の井田さん、お疲れ様でございました。どうでした？今日は遠くから大阪から来ていただいて本当にありがとうございました。昨日何時に出発されましたか？今朝ですか？あ、夜の12時から出て、12時から、はいはい、車ですごい、ありがとうございます。井田さんの資料はすごく、資料、プレゼンテーションですね、細かくて、びっくりしました。で模型も素晴らしいんですけれども、こちらもですね、どれぐらいそれぞれ時間をかけてお作りになったのかをお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか？シートの方は、
2ヶ月ぐらい多分やっていて、模型は2週間ぐらいでいろんな人に手伝ってもらいながら作りました。はい、重いんですよね。私ちょっと運ばせていただいたんですけれども、大変重い模型で、インタビュー終わってちょっと時間ができた時に皆さんもちょっと持っていただくといいかもしれないぐらいに大変大きくて重い模型です。苦労されたところをちょっと一言いただけますか。この箱、小さい箱1個作るのに4時間ぐらいかかるんですよね。この4時間かかってたったこれだけかみたいなのは、それを40個ぐらい作ったので相当時間はかかりました。本当は91個。あ、そうです、本当は91個作ろうとしたんですけどやっぱちょっと1個にかかる時間が長すぎて半分ぐらいになりました。ありがとうございます。それでは、共通の質問で、好きな建築とその理由を一言でお願いします。はい、うちのズゼミの先生の藤井慎介先生の、桜王の出窓の家っていう作品が、好きで、やっぱその尊敬している先生のところに、まあ、学ぶきっかけにもなった住宅になっています。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、では、次のファイナリスト3組目のお二人にお話を伺います。横浜国立大学大学院の遠藤さんと早稲田芸術学校の、横枕さん、お疲れ様でした。遠藤さんはね、実は昨年に引き続いてのファイナリストで、私も1年ぶりにお会いするのですごく嬉しく思います。ありがとうございました。今年、昨年はね、結構手の込んだムービーを作っていただいてたのを記憶しているんですけれども、まあ、2回目のファイナリストプレゼンテーション、本日いかがでしたか。率直にご感想をお願いします。まあ、そのリベンジとかは全く考えてなかったんですけど、まあ、やっぱりその先生方の指摘はその通りだなと思って勉強になりました。はい、で、お二人は学校が違うんですけれども、なんかどんなふうにしてお二人でご提出いただくというふうに、ご応募するというふうに決めていただいた感じなんですか。設計事務所で知り合って、そこからこう話すようになって、でハーフでやらないっていうふうになって、基本的には横国で模型作りながら作業をしました。なるほど、ありがとうございます。お二人の模型もちょっと見せていただきたいんですけれども、こちらもですね、模型のポイントとか、あと苦労したところっていうのをお聞かせいただけますでしょうか。模型のポイントは住んでる人がこう植物が好きな人だったり、こう海が好きな人だったり、そういう、こう色付けを家具でこう可愛くできたらなっていうふうにやったのと、あと苦労したポイントは、今回一緒にコンピやった遠藤君と遠藤さんと意見が合わなかったり、そういうことがすごいこうあって、それが、まあ、最初は一つの作品で出来上がってよかったんですけど、それがすごい大変でした。なるほど、ありがとうございます。それでは、最後に、好きな建築とその理由を遠藤さんからお願いします。好きな建築はコルビジェのロンシャンの礼拝堂なんですけど、なんかその結構細かいことを気にしちゃう性格で、いろいろ細かいことを考えてたんですけど、なんかそれを超えるような、なんか勇気をもらった建築です。うん、ですね。横枕さんもお願いします。アントニン・レーモンド設計の日光にあるイタリア大使館がすごく好きで、日本的であるんですけど西洋的でもあって、混ざってるけどすごい落ち着ける空間っていうのがすごい魅力的で、すごい好きな空間です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。それでは、4組目のファイナリストにお話を伺います。法政大学大学院の清水さんと石井さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。飯尾さんと樋口さんと同じ学校ですね。普段から仲良しでいらっしゃいますか。はい、そうですで今日も4人で一緒に来ていただいて、びっくりしました。はい、
昨年と一昨年も多分法政大学からファイナリストの方出ていて、もしかして研究室内でお話に挙げていただいたりもしてるんでしょうか、ハーフェレコンペのことは。いや、なんか、まあ、あんまり参考にしたりするくらいで。あ、そうなんですね。にはなってない。はい、ありがとうございます。模型をちょっと見せていただいてもいいでしょうか。素晴らしいですよね。ポイントと苦労したところ教えていただけますか。まあ、ポイントとしてはちょっと細部までこだわったところで、まあ、特にこの猫の典型まで作ったっていう話と、まあ、苦労した本当だ、あの苦労した点は、まあ、やっぱりその形がなんかまあ 変なところから建築化するときに、まあ、収まりだったりとかが、まあ、大変でしたね。はい、ありがとうございます。石井さんは苦労した点同じ感じですか。あ、マイク。2人とも猫が好きで猫を飼っていて2人で入れようと。かわいいですね。そんな背景があったんですね。ありがとうございます。それでは、共通でお伺いしている質問をさせていただきます。好きな建築と、その理由についてお願いします。僕が好きなのはアリマストンビルで、あの理由はその授業で岡さんにちょっとお世話になったんですけど、まあ、その作品を見せてもらった時にこう自分が建築を考え直すきっかけになった作品で、まあ、あと、まあ、とても素敵だなっていうふうに思ったからです。はい、ありがとうございます。と自分の好きな建築はフレンド学園っていう女子校で、まあ、女子校っていうのは何でかっていうと、あのこの夏にプロジェクトで研究室のプロジェクトで実測調査を行って、なんか自分もこういう学校に通ってたらまたなんか違ったのがあったのかなとか思って、すごいいいなって思いました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。5組目のファイナリストのお二人をにインタビューさせていただきます。信州大学大学院の内藤さんと福田さん、よろしくお願いいたします。福田さん、一昨年のファイナリスト、その前でしたっけ、一昨年ですよね。ね、あのお久しぶりでございます。2年ぶりの再会となります。はい、もともと提出いただいたあのプレゼン あのボードの中にこたつって出てきてるんですよね。もうそれでピンときました。これはもしかしてと。やっぱりそうでした。おめでとうございました。内藤さんは初めましてですよね。はい。お二人にもですね、どのようないきさつでお二人で制作することになったのかをお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、まずなんかこれからの時代こうなったらいいのにねみたいな話を結構研究室でしてて、同じ研究室なんですけれど、それをなんかこううまく言えるコンペあったら出してみたいねみたいな話してたら、ちょうどアルファ世代ってことで次の世代への建築っていうことだったんで、おこれは出したら楽しそうだっていう感じで出してみたっていう感じですね。ありがとうございます。内藤さんも同じような感じですか。そうですね、その時代が今 AI とか出てきて加速している中で、2人でまあもうちょっとゆっくりしてもいいよねっていう、そういう共通の問題意識があったので、それに一番合ったコンペっていうところで選ばせていただきました。ありがとうございます。そしてお二人の模型もちょっと見せていただきたいんですけれども、素晴らしい模型を持ってきていただいてますが、ポイントとあと苦労したところお聞かせください。ポイントは、まあ、茶室がメインなんですけど、それぞれのやっぱ作法が出るように空間を細かいところまで作ったっていうのが、まあ、大変な点だったし、でもこだわった点です。あ、福田さんももしポイントあれば。まあ、そんな感じなんですけれど、まあ、結構メインの部分も、まあ、プレゼンではあんまり言ってなかったので、そこをどれだけおおらかに作れるかっていうのを意識してやりました。はい、ありがとうございます。では、それぞれ好きな建築とその理由についてお聞かせください。自分はガウディのサクラダファミリアが好きで、グリッドのバルセロナの街を歩いてきた時に現れる有機的な現れ方っていうのが都市との関係性の自分が最も好きだった印象的だった建築なので好きな建築になっています。はい、ありがとうございます。福田さん、よろしくお願いします。安藤忠雄の地中美術館が一番好きで、まあ、やっぱ森から入っていくんですけど、だんだんこう地面と空の関係に抽象化されていって、最後にこう海がパーって見える風景が、まあ、すごい建築として感動的で、それが一番好きな理由ですね。
ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、では最後の、ファイナリストにお話を伺います、前橋工科大学大学院の増山さん、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした、実はですね、スタッフに伊勢崎出身の者がいまして、増山さんはどちらのご出身ですか？出身は茨城です。あ、そうなんですね、はい、で今日はどちらからいらしたんですか？今日は群馬から。あ、じゃあやっぱり学校の近くにお住まいになられていて、はい、今日は群馬から来られた、はい、どれぐらい時間かかるんですか？新幹線だと2時間ぐらいですか？あ、なるほど。お疲れ様です。朝早くからありがとうございます。ですね、模型をやはり見させていただきたいんですけれども、ポイントと苦労したところがあればお聞かせください。そうですね、スケールが101なんですけども、まあ、すごい結構細かい作業が多くて、でこうエッジとかにこう色のついた紙を貼っていくっていうのがすごい細かい作業で、そこら辺が大変だったなっていうのがあります、はい、これはどれぐらいかけて作られたものなんですか？4日5日ぐらいです。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっと私自身が模型とか作ったことがないので、どれぐらいかかるのか全くわからなくって。なるほど、ありがとうございます。それでは、好きな建築とその理由お聞かせください。好きな建築は伊勢崎新の群馬県立近代美術館が好きで、こう、まあ、エントランス入ったところのこうすごい強い空間ともなんか違うような、こうすごいただならぬ雰囲気というか、そのなんかオーラみたいなものがこう空間から感じられるっていうのがすごいいいなと思って好きです。はい、ありがとうございました。インタビューお疲れ様でした。ありがとうございました。